皆さん、こんにちは。キャリアコンサルタント資格ガイダンスを始めます。私は、レック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント科講師の西脇直子です。よろしくお願いいたします。この資格ガイダンスは、5つのパートに分けてお話をしていきます。まず、パート1では、キャリアコンサルタントとはどのような資格なのか。パート2では、 魅力、活躍の舞台。パート3、国家試験の概要。パート4、キャリアコンサルタントになるには。そして最後にパート5としまして、合格後のサポート、NPO 障害学習という団体が行っている事業の内容もお伝えをしていきます。まずはじめに、 このキャリアコンサルタント養成講座を行っている REC 東京リーガルマインドについて簡単にご案内していきます。REC は学ぶ、資格を通じたキャリアアップ、スキルアップ、働く、ライフキャリア、これらを一貫してサポートする会社で45年経ちました。この レックが行っている事業、いくつか柱がありますけれども、まず一番左上、キャリアアップ事業。ここが資格のレック、合格のレックとしてご存知の方もいらっしゃるかもしれません。それ以外にも、キャリアコンサルタントに関連する事業をたくさん行っています。例えばその右側、公共事業と書かれています。 公共事業というのは観光庁からの委託を受けて行う事業のことを言いまして、レックでは例えば厚生労働省やえ地方自治体、様々な自治体などから、キャリア教育や就職の支援、セミナーを行う、このような事業を受託して行っています。ここもキャリアコンサルタントの活躍の舞台と大きく関係するところですので、また後でお話ししていきます。 その他にも、保育や福祉関連であったり、ライフキャリアのサポートとしては、婚活、婚活として、プロマリッジという名称での活動もしています。それから一番下、リカレント教育のカテゴリーに入っているのが、NPO 障害学習。はい、一つ戻します。 と先ほどパート5一番最後にお話ししますが合格後のサポートを行う団体として npo 学習とというところもあります今は学び直しやリスキリングという言葉がとても浸透してきていますがそのあたりに関連した事業も行っていますそれでは早速キャリアコンサルタントとはどんな資格なのか見ていきましょう。 一言で言ってしまいますと、キャリア相談のプロフェッショナルということになります。就職、転職、キャリアアップの支援を通じて、自分らしく生きるをサポートする。このような仕事です。このキャリアコンサルタントは2016年4月に民間資格から国家資格になりました。それによりまして、資格に対する信頼度が大きく上がりました。 実務に従事している方もプロとしての知識やスキルがあるよということを資格を通じて証明できるようになりましたキャリアコンサルタントを取り巻く環境の変化についても見ていきたいと思います。か、は、の、いえー、ることと表の中を見ていただきますと1991年から この時期はバブルの崩壊の影響で企業のリストラが大変多くなりました。このような場面ではキャリアコンサルタントは再就職支援の専門人材ということで注目をされました。 日本にキャリアコンサルタント、キャリアコンサルティングという考え方や仕組みが入ってきたのが1990年代ですので、ちょうどこのバブルの崩壊のタイミングでキャリアコンサルタントが注目をされ始めたということになります。はい。で、えー、その 10年ぐらい後になりますが2001年に REC 東京リーガルマインドではキャリアコンサルタントの養成講座をスタートしています今からもう二十数年前ということになります、はい、矢印に書かれている図の方を見ていただきますと2002年には厚生労働省の職業能力評価試験としてキャリアコンサルタントという民間資格ですがこれが指定されました 民間資格ですが資格を取った方については標準レベルキャリアコンサルタントという名前が与えられていたそのような時代でしたえそして2008年には国家検定制度がスタートします国家検定というのはキャリアコンサルタントの国家試験よりも上のレベルの資格となりますけれども実務経験がある方々が受ける すでに相談をしている方がご自身のスキルや能力などを客観的に表に表すための検定試験。これがスタートしています。えそして先ほどお話ししました2016年にキャリアコンサルタントが国家資格化となりました。えそして矢印のその先も見ていきますと2020年はまた記憶に新しいコロナショックがありました。 まあ、このような環境の変化の中で、今一度表を見ていただきますと、今度は2008年ですね。ちょうど国家の検定制度がスタートしたこのぐらいの年に、リーマンショックが起こりました。 リーマンショックによる影響というのは雇用の面で言いますと転職が多くなったということとやはりあの非正規で働く方々のその先のキャリアアップをどうしていったらいいかここが大きな課題となりましたですので非正規で働いている方々をどうやって正社員として就職につなげていくのか ですとかかスキルアップをどう図っていくのかここがキャリアコンサルタントの役割として加わってきたと言えますはいそして2020年には新型コロナウイルスの感染拡大がありましたここでは働き方を見直す見直さざるを得なかった方も多いのではないでしょうかそもそもの仕事として、えー 会社自体がお休みになったところであったり、廃業したり、転業した会社もありました。また、会社勤めをしている方にとっても、在宅勤務、リモート勤務などが行われていたということで、これまでの働き方、雇用環境とはガラッと変わった、そのような経験、皆さんもされているのではないでしょうか。で、この新型コロナウイルスの感染を きっかけとしましてデジタル化により注目が集まっているこんな状況です。表の一番下現在を見てみますと AI チャット GPT が出てきたりデジタルトランスフォーメーションという言葉だったりデジタル社会リスキリングこれも今の注目ワードとなっています。そして最近またあの岸田内閣が盛んに 話しているのがジョブ型雇用への移行ということですね。グローバル化が進んでいく中では、日本の雇用環境や日本の働き方では、なかなか海外からいい人材を獲得するということも難しくなってきている。そういう中で、日本の、えー、今までの働き方の慣習のようなものも変わろうとしています。また変えようともしています。 このような変化の中で、それに対応して、働く人、これから働こうとする人たちを支えていける役割というのが、キャリアコンサルタントということになります。キャリアコンサルタントは、社会の変化、環境の変化に応じて、様々な役割が加わっていき、広がっていく、このような資格であり、仕事だということを理解していただけたらいいかなと思います。 それでは、キャリアコンサルタントの資格制度の体系について確認していきましょう。資格制度の体系です。先ほど技能検定というお話をいたしましたが、全体の構造はこのようになっています。まず一番下から見ていきますと、キャリアコンサルタントの試験合格前というのがグレーで書かれています。 この段階というのが、皆様ご検討いただいているキャリアコンサルタント養成講座を受講している段階ということになります。養成講座を終了して、国家試験に合格して、ま、登録をしますと、キャリアコンサルタントと名乗って仕事をすることができるようになっていきます。えそして、そのさらに上のレベルとして、 2級キャリアコンサルティング技能士と1級キャリアコンサルティング技能士技能検定の制度に基づく資格があります2級の技能士というのは熟練レベルとも言われていましてさらに相談業務を重ねていくことでより良い面談ができるようになっていく段階ということですそのさらに上の1級になりますと 相談をを行うキャリアコンンサルタントを支援するこのように少しずつ少しずつご自身の資格を上げていく、スキルを上げていくということで、だん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 様々な相談者の方に対しても対応できるようになっていくという、こんな仕組みにキャリアコンサルタントはなっています。